んこんにちは、アイリス卓球場のコッシーです。本日はですね、自分が全国大会に出たりとかするためにやっていた練習メニューについてご紹介していきたいと思います。本日は卓球練習編ですね。はい、卓球練習でよくやっていたメニューをご紹介しつつやっていきたいと思います。それで痩せたら一石二鳥ということで、レッツゴー。まずはフォアバックの、ロングのボールですね。で、自分は中陣とか後陣でラリーを引くタイプだったので、でそのラリーで負けないために、安定感かつ鋭いボールっていうのを練習していました。よし、お願いします。この時に意識していることは、しっかり回転をかけて弧線を描くっていうことですね、ボールに。で、その中でスピードがある程度あると、こういったラリーでしっかり勝てるようになるので、スピードかつ回転量を落とさないっていうところですね。あとは姿勢はなるべく落としといて、しっかり体の回転で打っていけるように意識してできるといいと思います。はい、次はですね、ストップをしてそのボールに対してオールに突っついてもらう練習ですね。はい、これやっていきましょう。自分はもともと攻撃力がすごい低かったので、今も高いわけじゃないんですけど、攻撃力があんまりなかったので、こういうふうに攻める練習をして、少しでも攻撃できる部分を増やそうという練習をしていました。で、この中で意識しているポイントは、しっかり相手を見て動き出すっていうところと、もし仮にちょっと自分の中で遅れてしまったなとか、厳しい突っつきが来た時には少し打点を落としてループドライブのようにしていくところを意識して練習していました。次はバック前ではなくフォア前にサーブを出してもらって、それをストップしてからの、両ハンドでの攻撃ですね。これをやっていきたいと思います。で、先ほどと少し違った部分があると思いますので、そこにちょっと注目して見ていただけるといいかなと思います。先ほどとの違い、皆さんは分かっていただけましたか？はい、この練習としてはバック前から入った時って結構回り込みしやすいんですけど、フォア前から入った時っていうのは、ここからなかなか両方打とうと思ってたら回り込むことができないので、フォア前から始めた時には両ハンドっていうのを意識して練習していました。はい、この部分ぜひ参考にしていただきたいなと。場所どこから始まったラリーかによって攻め方が少し変わってくるというところがありますね。はい、次のメニューはですね、
戻りを速くするためにフォアでの連打の練習をしていました。はい、やっていきましょう。この練習をやっていた理由としては、まあ、先ほど言った通り戻りが遅いというところですね。で、自分は結構下がってピッチの遅いプレーが多かったので、テンポの速い選手とか打点の速い選手が非常に苦手でした。なので練習の時にはこういった速く戻る練習とか、あるいは女子選手と練習して速いテンポについていけるようにという練習をやっていました。はい、最後のメニューいきましょう。じゃあバックに着くからオールにドライブしてください。これは守りだったりカウンターの練習ですね。はい、やっていきましょう。自分は下回転打ちが苦手だったので、レシーブで突っついてしまうことだったり、突っつきで返ってきたボールをもう一回突っついてしまうこととかが結構多かったので、相手から打つ展開が試合の中でも多くなってしまっていたのを、まあ、少しでも対応できるようにというところで、伊藤美誠選手とかの美誠パンチのようなものを、なんかある時から突然こう自然とやるようになって、まあ、それをより速いボールでもできるようにというところで、このカウンターの練習は常日頃やっておりました。でもちろん無理なボールはしっかりブロックするようにという意識でやっています。はい、これが自分が全国大会に出場するためだったり、あるいは北海道チャンピオンになるために練習した多球練習ですね。はい、もし今日の中から自分もあ、これやった方がいいなっていうような練習がありましたら、ぜひ皆さんもやってみてください。本日の動画が参考になった方は高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。ありがとうございました。